じゃあこんにちは。はい、豊さん。はい、青柳投手が、はい、SNS の誹謗中傷へのはい、あったね、しましたね。緊急、まあ、緊急声明ではないんですけれども、はいはい、もう決しても無駄だぞって。いや、そうです、結構強い口調だったので、ね、阪神の青柳投手が21日に行われた中日戦、はい、まあ、打たれてしまったんですけれども、そうだね、でそこで自身の公式インスタグラムで複数の誹謗中傷コメントが寄せられている被害を報告し、はい、さらに違法な投稿に対して法的措置を取る可能性があることを、まあ、自ら示唆した、まあ、選手側から自分でこう発信していったということになるんですけれども、まあ、人気の裏付けだね。裏を返せばものすごく期待されてると思うよ、青柳投手に。もちろんもちろん、まあ、ファンの期待値が高いっていうところだから、青柳が投げたら絶対阪神は負けないみたいなね、まあ、そういう感情のもと見てると、はい、まあ、腹も立つよね多分。そうですね。ただそのある一線を超えるコメントというか、例えば青柳投手が公開した投稿の一部なんですけれども、まずゴミ戦犯から、お前は負傷してシーズンを終えろ、病院でずっと過ごせ、まず顔が不愉快ですという、まあ、顔のこと言われてもしょうがないもんな。いや、そうなんですよ、うん、本当にそうなんですけれども、こういったものが青柳投手が一部として挙げてたんですけれども、はい、気にすんな。あ、まあ、青柳いや、気にすんな気にすんな、応援してるね、ファンの方もたくさんいるから、青柳どうしたって心配してくれてるファンもたくさんいるから、はい、多分ね、9対1だよ、まあ、9割を応援してて1割だよ、一部のその過激というか、そう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 なんですよね。しかも、うん、今は SNS があるので、ね、直接本人にそういうものを送ったり、見えるように送るっていう言葉で、まあ、直接送ったら、うん、これ辿っていったら絶対分かるからね。そうなんです、もう、だから辿っていって、うん、名誉毀損だとか、はい、精神的な苦痛受けました、苦痛を受けましたって言ったらもう罰せられるからね。そうですよね。あ、まあ、必ず相手側が言うのが、そこまでなるとは思ってませんでしたとか、うん、そこまでの意図ありませんでしたっていう風に、いや、意図は感じるから ね、 ね、言葉でね、これはちょっとひどいなって思うのもありますし、うん、だからまあ、でもまあ、あんまり気にすんな、人気商売だから、まあ、そうなんですよ、ね、だからそれも含めた給料だから。いやいや、本当本当、いや、それはな、やっぱりプロの選手ってやってなんぼだから、うん、ただやっぱり時代が変わって、はい、そういうものが届くようになって、うん、俺らはなんかもう、うん、ハゲとか言われて球場でクソボケとか思いながら、はい、トイレで帽子取ってみたら少し薄くなったかっていう話もあるけどさ昔、まあ、昔はね、はい、だからまあ、ヤジも言いたくなるだろうなとは思うけどね、うん、まあ、言い過ぎは良くないからね。そうですよね。で、言葉を選べばね。そうですよね。で、各球団もその誹謗中傷のヤジ、まあ、球場で聞こえるヤジもご遠慮くださいというのを、やっぱりチーム、いろんなチームが今公式発表で出してるんですよね。中には能見さんもおっしゃってたような、相手ピッチャーに対する蛍の光、ちょっと私分からないんですけれども、いや、あるよ、あるんですか。交代するときに蛍の光ってマウンド降りていってる。つらい、まあ、いいじゃない、そんなの、そのぐらい。でも聞こえます、選手はやっぱり、うん、聞こえるよ、聞こえます、ね、でも打たれたピッチャーなんかさ、味方でも後ろで見送ってるから。そうか、いや、本当によ。豊さんの時代って、はい、ヤジってどうですか。めちゃくちゃ聞こえたよ。例えばどんな、どこの対戦してるの。まあ、阪神なんかさ、はい、アルプスのところから声が通るおっさんがいたんだよ。絶対いますよね。ああ、豊かーとか言って、またおるわと思って、手振ったら。うん、愛想いいなー言ってうん、うん、だから、まあ、昔はね、なんかこう面白かったけど、今はやっぱ言葉だから結構残るから。そうですよ、文章だからね、うん、だからまあ、これは本当に本当はやっぱりやめてほしいとは思うけど、うん、でももう止めらんないよね。そうなんです。いや、止めらんないと思うよ、うん、まあ、確かにそうですね、うん、だからやっぱそのやめてほしいんだったら本当に被害届を出し、はい、その追跡調査をね、うん、してもらって止めるっていう方法はあるけども、うん、でもそれも含めた人気商売だからさ。で、結果が出てないものを応援する人間っていうのはなかなかいなくてね、はい、やっぱりなんだよっていう思いはやっぱあるよね、うん、やっぱチームが負けちゃうとさ、はい、
だからそこら辺は選手も強くなっていかないとね、少しね、強、うん、あの青柳って精神的にも強い、いろんなあの強さを持ってるピッチャーだけども、はい、うん、だけどやっぱ言葉の攻撃っていうのは辛いよね。だからまあ青柳も引くことなく強く出てもいいとは思うけど、ね、そうですね、ある一定をやっぱり超えたあの誹謗中傷の内容っていうのはそこはやっぱり法的措置を取っていって、うん、っていう、で相手もね顔が見えないところで言ってくるから、うん、いろんな言葉ね浴びせちゃうっていう、まあ愛情の裏返しと思っといた方がいいよね。本当に興味ない人はねそこすらやらないっていうのはまあもちろんあるんですけど、だ俺ももうね、うん、いろいろ動画を上げさせてもらってて、うん、見ていただいてるけども、まあ、その中でいろんなこと書かれてる時もあるよ。だけど気にしてもしょうがない、うん、たまにひどいのは消すけどね。ありません。もう本当に腹が立つのとか、なんか腹立つのは通り過ぎて、もうなんかこっちがはーってショックだとかありません？だから直接、うん、直球に捉えるとそうかもわからないけども、うん、これが変化球だっていうふうに捉えると、うん、勉強になる時もあるわけ。あ、まあ、逆にそういうのもありますよね。そういうふうに転換をするっていうね、うん、こともやっぱ大事だと思う。あとその球場でのヤジで、例えば替え歌で相手チームのことをちょっとひどい誹謗中傷の替え歌だったりとか、そういうのに関してっていうのはどうなんですかね。そういうのもチームの方がやめてくださいっていうふうなのは確かに、まあ、紳士的にやれって言ってもさ、うん、そうやっぱ戦いだからさ、何があったっておかしくないじゃない、はい、だからもうそれはさ、ファンもお金を出して見に来ていただいてるわけだから、はい、それを真摯にさ、膝の上に手を置いてこうやって見なさいなんて言えないじゃない。いいよもうそんなの。気にすんなっつうの、勝ちゃいいんだろう、打っちゃいいんだろう、勝てばいいんだろうみたいな、うん、そんな感じだよ。ああ、まあそうですね、うん、だから気にしてたってしょうがない。まあこれがゼロになるってことはまずないですよね。まずない、まずない。まあただやっぱりこう常識的にね考えると、それをやってる人たちの気持ちが収まるんだったらやりゃいいけどさ、ね、やって罰せられた時にドキドキするんじゃないの。そういう人はどういう刑をさ受けるのかっていうのはドキドキするんじゃないの。あ、そうだと思います。そうでしょ、それだったらやめといた方がいいよ。そうですよね。いや正々堂々と戦ってやるって、うんうん、言うんだったらそんなやればいいしさ、はい、書いてくればいいし、うん、でもそれで逆にこっちが追跡調査を始めて、うん、ある日来るわけですから、ね、ある日来るわけだから、うん、警察がね、はい、そういった時に、うん、いや戦うから会わせてくれって、うん、言えるかどうかで、まあ、言えないでしょ。そうですよね、責任持てるか、その発言に持てないか。そうそうそう、やっぱ大人だからね。そうですよね、うん、あとあのエスコバー選手も出したんですよ ね、 そうだね。そのエスコバー選手も例えばあなたの家族全員が自動車事故で死ぬだろうとか、地獄に落ちる黒い動物などという家族への脅迫とも取れる文言とか、人種差別の文言が送られてきたということで、うん、エスコバー選手もあの自分の誹謗中傷に対してもコメントを先日出してたんですよね。打たれる時だってあるよ。それそうですよね。でね、人種を差別する、うん、これはもうね時代遅れもいいとこだよ。そうですよね、うん、もう時代遅れっていうか人としてやっちゃいけないことだからさ、うん、同じ人としてね、どうなんだろうね、うん、そういう人は。そう、あと自動車事故で家族全員が死ぬだろうとか、どういうやっぱりね、そういう言葉ってね、まあ、ないにしてもなんかポッと心の中に残ってるもんなんだよね、頭の中とか、うん、もうそういうこともやめようよ ね、 ね、いや本当そう思います、うん、なんでそんなことするのかね。何がしたくてそれを送ってるんだろうっていう、まあそのことによってまず動揺したら面白いとか、多分そうでしょうね。本当のファンではないんだろうなっていう、もう俺らなんかもうそんなの来たらもうすぐ追跡そうじゃない。捜査してやる。スクショ取って、いやそうですよね、絶対してやるよ、うん、うん、いや本当ですよね。だから自分がね発言するとか、自分がその言葉を相手に送る、文章を送る、それに責任持ってるのか、訴えられた時にじゃあこういう根拠でとか、それに対してちゃんとできるのか、何にも説明は聞かないと思うけどね。そうですよね、うん、だからまあでも選手はね本当に一生懸命やってるし、はい、それは調子が悪くてもがいてる時あるよ、はい、でもそのもがいて落ち込んでる時にやっぱ本当のファンだったら絶対信じてるから、ね、うん、今調子悪くてもシーズン終わったら10勝は絶対してくれてると思いますとかさ、はい、信じてあげればいいのにさ、たかがまだ開幕してから1ヶ月でしょ、そこで調子が上がらないからってさ、
誹謗中傷を送るとかさ、はい、そういうことはやめてほしいよね。本当のファンだったら応援してあげてほしいよね。そうですね、誹謗中傷を送ったところでその選手が成績が上がるわけではないですし、うん、だから自分のもう処理をしてるだけだもんね、うん、気持ちのね、気持ちの、うん、そこだけだと思います、うん、まあ、気持ちはわからんでもないけどね、腹が立つ、うんうん、めちゃくちゃ応援してるんだと思うよそういう人たちってもうね、あの生活の一部になってるんだと思うよ。でだから例えば青柳投手の登板も食い入るように毎回見てっていう、もう青柳が投げるって言ったらてるてる坊主をねこう潰して、そうですよ、そうですよ、もう絶対晴れで天候晴れで投げてくれみたいなね、うん、まあそういうことまで考えて生活の一部になってるから、うん、逆に気になるんですか、もうここ期待に応えられなかったらもう逆上しちゃうというかね、うん、まあでも最後まで信じてね、応援してほしいっていうことはやっぱ願うよね。いや本当そうですね、うん、本当にあのね、選手たちの、ね、心とかそれが試合にも現れるので、だからまあいい、俺もデッドアーシャーでさまあ炎上したことあるけど、はい、その時に来た誹謗中傷はあったけど、はい、でもねやっぱ俺はね、その誹謗中傷だとはちょっと思ってなくて、へ、勉強になったなと思ったわけ。だから俺の感覚とデッドアーシャーの感覚って絶対合わないんだよ、うん、うんうんうん、そこはもう愛でなんですよね、年齢の差があるから、はい、それは人としていいですよ、人それぞれで、うん、だからまあ来ることに対しては何なんだと思ったけど、うん、まあ、だけどその中のコメントの中で、うん、やっぱ勉強させられたっていうのは、うん、やっぱファンの心理って、うん、あれを見たいがために言ってる人もいるんだという、うん、どんなに負けててもあれをやるんだという、うん、あれを見たいんだという、ああ勉強になったなと思って、うん、だからみんな同じような気持ちで見てるのかなと思ったら、うん、そうじゃなくていろんな見方があるんだなっていうね、うん、まあそういうのは勉強になったけどもね、うん、ただね、一部のちょっと過激な文言は過激だよ、うん、それはちょっとね、それはってまあ過激だけど1割ぐらいだ、 1% ぐらいだからね、1割とは言わない、 1% ぐらいだ、うんうん、だからあんまり気にしないの、あの本当のがね、応援してるファンだとは思うので、そこを信じて、あとはね、本当にあの法的措置とかやっぱりきちっと取っていった方が今後のためというか、ね、まあ、そうだね、プロ野球界のためでもありますし、ね、まあ、一回やっとくとね、はい、うん、いいかもわからないね、そうですね、はい。